どうして？でも、だって急に。みたいだし、でも任せるけど、私名字が和辻じゃない。出席番号はいつも最後だったわ。小学校の時からずっと。そう、渡辺さんは私の前。ワニブチさんやワトさんがいてくれればよかったんだけど、ほら、そういう名字って珍しいから。残念だけど、一緒のクラスになったことはなかったわ。だから、ワツジって名字はちょっと不公平じゃないかなってずっと思ってたの。飛び箱だって、数学のテストの返却だって、いつも最後まで待たされるの。その間、私はずっとドキドキし続けるの。愛沢くんや青木さんがほっとしていたり、がっかりしてたりするのを見ながら、私はどうだろうってドキドキし続けなきゃならない。やっぱりそれって不公平な気がしたわ。お母さんにも話したけど、順序の早い人はみんなの注目を浴びながらかけたり飛んだりしなきゃならないのよっていうの。お母さん結婚前は上原さんだったから、出席番号前の方だったし。そういうの気にしないから。お兄ちゃん、明日から急にお前は青山だって言われても全然平気なんだと思う。私だったら1週間くらい悩んじゃいそう。松地さんが青山さんになるなんて想像つかないもん。友達は結婚しちゃえば変わるんだからって言うけど、結婚なんてずっとずっと先のことだし。それによ、もしそうなったとしても私はずっと和辻彩だったから、その時になったらやっぱり考えちゃうのかもしれない。
ずっとやってみたかったことがあるの。ちょっと冷たいかな。こんなこと子供の時は平気だったのに、いつの間にか人の目とかを気にしてできなくなっちゃった。君もやれば？そうでもないと思うけど。やだ、やめてよ。そういうのじゃなく。やだってば、もう。やめてよ、恥ずかしいんだから。そんなのってずるい。子供みたいなんだから。やだ、何よもう。もうびしょびしょになっちゃった。手貸して。でも悪いの君なんだから。こっち見ないで。お腹空かない？あ、自分の分出すけど。几帳面だ。お釣りはどうするの？そう。
しいから。そんな大したことじゃないの。コンビニの前ってよくいるじゃない。しゃがみ込んでタバコ吸ったりおでん食べたりしてる人たち。うん、それでお店に入ってく人たちとかじっと見てるの。ああいうのって嫌だなっていつも思ってた。だから私は一生しないんだろうなって。でも今そういうことしてるんだなって自分でもちょっとびっくりしてる。どうだろう、想像してたより楽しいかな。ここどう？ここ知ってる？私もそう、見たい映画があったから来てみたけど行列ができてて4時間待ちって言われたから帰ってきちゃった。だって1時間半の映画を見るのに4時間待つなんておかしいと思うもの。ううん、お兄ちゃんと。お兄ちゃんがアメリカで見たって話を聞いてすごく面白そうだったから来てみたんだけど。4時間待っても見ておけばよかった。こんなに広いんだ。どこ座ろうか。え？じゃああそこがいいな。今日はいいよね。いらない。映画が始まる前のドキドキってすごく好きなの。ほら、ポテトチップス食べてたり全然関係ないこと話してたりする人って多いじゃない。そう、今の私たちみたいに。で、始まる前にブザーが鳴ってざわざわがピタッて静かになって始まるんだって、あの瞬間映画を見に来たって実感する。たとえ映画が外れでも。だから映画館って好きなのかな。何が始まるのかしら。ドキドキがずっと続けばいいのに。今が終わらなければいいのに。
行かなきゃ。大丈夫、もう分かってるから。ありがとう、私助けてくれて、一緒にいてくれて嬉しかった。あなたのこと絶対忘れない。どうなっちゃうかわからないから約束できないけど、でも忘れないでいられればって思ってる。ありがとう。彼女を一人で行かせてくれたんですね。感謝します。あなたのおかげで私はまだ生きていられる。これでまた明日を迎えることができます。君がみんなを、世界を救ってくれました。
ー